皆さんこんにちは、パクセルです。皆さんもご存知の通り、この私たちが住んでいる国日本というのは四方を海に囲まれた島国でございます。島国ですからね、海運が発達しておりまして、江戸時代も皆さんの歴史の授業で習ったと思いますけど、北前船とかね、そういった海を使った交通というのが昔からこの国では発展をしてきておりました。また現在でもですね、鉄道とか、飛行機、それから自動車などが発達した現代においても、海運というのは非常に重要な役割を担っておりまして、例えば船頭をね、重要視しない、例えば鉄鉱石ですとか石油ですとか、そういったものは現在でも船を使って輸送が行われていることは皆さんもご存知の通りだと思います。で、今回はですね、そんな島国日本において現在でも運航を続けているフェリーのうち、鉄道旅行をしているときに活用するべき航路3選ということでね、今回はご紹介をしていきたいと思います。やっぱりね、日本って、島国とは言っても一つの島にギュッともう全国民が住んでいるわけではございません。本州、四国、それから九州、北海道、それ以外にもね、沖縄とか佐渡島とか淡路島とかいろんな島がありますけれども、それらを結んでいるものっていうのは、もちろんね、瀬戸大橋とか青函トンネルとか、そういったものもありますが、船も、それらの島々を連絡するのに非常に重要な役割を持っております。またね、鉄道旅行をしているとき、青春18切符とか、それから北海道東日本パスとか、いろいろありますけれども、そういった切符で旅行をしているときに、ここの航路は絶対に活用した方がいいっていうのを、私の方でもね、3つほどありますんで、今回はそれをご紹介していきたいと思います。というわけで本日もよろしくお願いいたします。じゃあね、早速やっていきたいんですけども、まずですね、北海道方面に1つ、それから四国に2つあります。じゃあまず北海道から紹介していきましょうかね。北海道の苫小牧と、それから青森県の八戸を結んでいる、これがシルバーフェリーという会社があるんですけれども、そこが運行しております苫小牧と八戸の間のフェリーですね、先ほども言いましたけども。で、ここがですね、すごい使い勝手が良くて、結構ね、運賃も安いし、それから苫小牧はね、ちょっと苫小牧駅から少し離れてますんで、バスとかタクシーを使うのがちょっと無難なのかなというふうに思うんですけれども、ただですね、夜行便というのがこちらの苫小牧八戸航路にはありまして、苫小牧発が21時15分発と、それから23時59分発の2便あります。で、この21時15分発のものが八戸に4時45分。で、それから苫小牧23時59分のもう1便が翌朝八戸に7時30分の到着ということになっております。やっぱり八戸にね、朝7時台につけると、朝4時台、それから7時台につけるということで、青春18切符とか、それから北海道東日本パスを使って旅行している方にとってはやっぱりこれも使いやすい航路なのかなというふうに思います。北海道をね、1日ぐるぐる回って、そして苫小牧に夜着いて、そしてバスなりタクシーなりで苫小牧の港に向かって、そして八戸にずっとね、宿泊代とかも全部これで浮かせますから、これはやっぱり北海道とそれから本州を行き来するときに結構便利な航路なのかなというふうに思います。北海道と本州を連絡する航路として、例えば有名なものでは青函フェリー、津軽海峡フェリーが青森と函館の間で就航してますけども、これもね、いいんですけども、ただ北海道のね、本当に入り口のところですから、函館は。ですから苫小牧っていうのはやっぱり札幌にも割と近い場所ですからね、北海道の奥の方まで早く行きたいという場合には、この八戸苫小牧航路を使うのが結構便利なのかなというふうに思います。で、次、忘れてた、八戸から苫小牧っていうのは実は夜行の便がありまして、苫小牧から八戸に行くやつっていうのは1日に2便、夜行が出てるんですけども、八戸が発苫小牧駅っていうのは1便ありまして、八戸22時ちょうど発で、次の日朝苫小牧には6時ちょうどの到着ということになっております。ちゃんとこういうこともね、お知らせしておかないと、概要欄にシルバーフェリー のリンクとか貼っておきますんで、そっちの方からね、運賃については詳細はご覧くださいというわけです。で、次はですね、四国方面、四国はね、2つありますよ。で、まず1つ目はですね、神戸と高松を結んでおりますジャンボフェリーです。これはね、結構有名な航路でして、横浜国立大学の某背広系 YouTuber の方もね、ご紹介されてましたけども、神戸 の三宮の駅の近くからですね、バスが出ておりまして、それで確か六甲アイランドから出てるのかな、それで、船がですね、1日に、大体6往復とかそれぐらい出航しておりまして、結構使い勝手がいいんですね。結構日中にもそれなりに、2、3時間おきぐらいに船が出てるんですが、それ以外にも夜行の船が、高松と、それから神戸の、高松って言っちゃいましたけど、その神戸と高松の間を結んでいるフェリーなんですね。で、神戸とそれから高松からそれぞれ1本ずつ夜行のフェリーが出てまして、夜行のフェリー、夜の時間帯に出航するフェリーっていうのは実は2便あるんですけども、ただ使い勝手
手がいいっていうのは、まあ、あの1人だけです、それぞれね。神戸と高松をそれぞれ、夜の1時に出発しまして、でそして、翌朝の5時15分に、まあ、その日のうちのですね、朝、明朝5時15分に高松、そして神戸にそれぞれ入港をするということになっております。まあ、大体4時間くらいかな、4時間で神戸と高松の間を結んでくれる結構使い勝手のいいフェリーだと思いますよ。関西方面からね、あの四国に行くってなったら、わざわざ岡山の方をね、ぐるっと迂回していかなきゃいけないし、それから夜はそういった現在はね、ムーンライト、松山とかそういった列車も現在走っておりませんので、夜のうちに高松入りし、まあ、四国入りして、そして次の日の朝早くから四国を青春18切符で回りたいとか、まあ、そういった場合には結構使える切符なんじゃない、使えるフェリーなんじゃないかなというふうに思います。もちろんね、夜行の高速バスとかもあるんですけども、ただね、高速バスよりは、個人的にはね、船の方が好きなんで、船のね、旅情とかもすごい楽しめますし、それから、やっぱり、バスと違ってね、船っていうのは、まあ、もちろん制限はありますけども、それなりに大きいスペースを確保できますから、やっぱり横になってね、しっかりフラットな床で寝ることができるとか、そういった意味ではやっぱり船の方が個人的にはおすすめな気がします。で、こっちのね、ジャンボフェリーにつきましても、概要欄の方に、ホームページのリンク貼っておきますんで、そっちをご覧ください。で、最後ですね、もう一つ、八幡浜、愛媛県の八幡浜と、それから九州、大分県の別府を結んでいる、こちらが宇和島運輸という、船会社なんですけども、こちらの船をね、一つご紹介しておきたいと思います。愛媛県のね、八幡浜、伊予灘物語っていう観光列車が来るような街ですけども、そこと、それから、日本一の温泉の街、別府、ここを結んでいるのが宇和島運輸です。まあ、もう一つね、八幡浜から、別府からもうちょっと南かなに行った臼杵という街がありまして、そこにも船が就航してるんですけども、ただ個人的なおすすめは、八幡浜と別府の間の航路です。で、ここもですね、先ほど申し上げましたシルバーフェリー、それからジャンボフェリーと同じように、夜行便が出ておりまして、八幡浜を、0時20分に出港し、明朝3時10分に別府に到着するもの、それから、別府を23時50分に出港して、そして八幡浜に2時35分に到着するものの2便があります。で、こんなね、朝の2時半とか3時ぐらいにね、そんな八幡浜とか別府とか、まあ、正直言ってそんなにね、めちゃくちゃ大きい街じゃないんですよ、2つとも。そんなところにね、朝の2時3時に放り出されて何すりゃいいんだっていう風な話がなるんですけども、実はですね、これが結構個人的に面白い船でして、それぞれね、夜の2時半とか3時とかそれぐらいに目的地に着くわけじゃないですか。で、その後ね、すいません、船内清掃するんですぐ、すいません、ちょっと降りてくださいとか、そういうことになるかと思いきや、実はならないんですよ。さすがにね、ちょっと2時3時に客を外に放り出すのは、特に冬場とかね、やっぱり九州といえど寒いですから、それはちょっとやばいだろうということで、宇和島運輸側でもちょっと配慮がなされているんでしょうね。到着後5時30分まで船内で休憩が取れるということになっております。これ結構いいですよね。まあ八幡浜から別府までね、だいたいまあ3時間かからないわけですよ。で、それでね、3時間でしっかり睡眠とって、そして疲れを取れるかといえば、まあそれは無理だということで、まあ0時20分から5時過ぎだったら、まあなんとかね、5時間ぐらいは寝れるわけですから、まあ別にそんな文句を言う必要はないのかなと。まあ5時間も寝れば十分ですからね。まあ、そういうわけで、八幡浜の別府の間航路っていうのも結構これはおすすめですし、それから苫小牧八戸とかはね、概要を公開するんですけども、その神戸高松とかさっき言ってね、とか、あとはこの八幡浜別府航路っていうのは瀬戸内海を航行しますんで、瀬戸内海っていうのはまあ内海ですからね、漢字の通り。ですから、基本的には高波とかはなくて、まあ、台風が来たりしたら、まあ、そもそも欠航とかでしょうけど、まあ、そういった感じでですね、基本的にはあんまり揺れないような航路ですので、やっぱり船酔いとかもしづらいでしょうから、まあもちろんね、めちゃくちゃ酔いやすいって方は、事前に酔い止めとか飲んだ方がいいでしょうけれど、まあ、それなりにね、揺れも、まあ、ある程度は大丈夫だよっていう方は、こういった航路をね、使うと結構いいんじゃないかなというふうに思います。それからね、四国と九州の行き来って鉄道で行こうとするとめちゃくちゃ不便ですからね。わざわざ特に松山から別府とか行こうとすると、岡山とか広島、山口とかずーっとぐる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 行きながらっていう感じになりますんで、そこをね、ずっと何時間もかけてね、普通列車で延々と行くよりかは、ちょっとね、お金出して船に乗って、そしてすぐ九州に渡ってしまった方が、すごいね、コストパフォーマンスはいいと思いますんで、ぜひともね、これは皆さん、四国と九州の間を行き来するときには、使ってみるといいんじゃないかなというふうに思います。結構、青春18切符でね、使ってる人も結構、割かしね、多いっていうふうに、聞いてますんで、私もね、いつかちょっとその航路については、皆さんに交通チャンネルとかでね、ご紹介してみようかなというふうに思っているんですが、今どれくらい喋りましたかね、10分いってればいいんだけど。
あともうちょっとで10分になりますんで、じゃあ、これぐらいでいいとしましょうかね。まあ、今回ご紹介した、苫小牧八戸間のシルバーフェリー、それから、神戸高松間のジャンボフェリー、そして、八幡浜別府間の、どこだっけ、宇和島運輸フェリーね。この3つ、すべてね、まあ、先ほども言いましたけれども、概要欄の方にホームページのリンクを貼っておきますので、あ、なるほど、運賃はこんな感じで、あ、学割もあるんだとかね、まあ、確か学割あったかな、まあいいや、とか、まあ、あとはね、こういう割引切符があるんだとか、座席のね、船内の様子とかはちょっとここではちょっと著作権の関係とかありますんで、紹介できないんですけども、それでね、ホームページの方にはちゃんとこういう船室がありますよとか、VIP ルームがこういう船にはついてますよとか、まあ、そういったものもありますんでね、皆さんぜひ鉄道旅行をするときには、そういった船もね、活用されてみるといいんじゃないかなというふうに思います。で、今回紹介した、この3つの船会社の他にもね、私が個人的にちょっとね、これは、鉄道旅行で活用してみたい、するべきだなという船会社が結構ありますんで、そちらもね、まあ、南海フェリーと、それから、どこだっけ、新日本海フェリーね、この2つの船会社の、リンクというのも概要欄の方に貼っておきますので、そちらもぜひね、ご覧いただけると、ああ、なるほど、こういう船もあるんだなというふうに、皆さんもね、なるほど、こういう船もあるんだ、じゃあ今度ちょっと四国に行くときはこれに乗ってみようかなとか、北海道行くときはじゃあこれを使おうとか、まあ、そういうことに、まあ、もしかしたらなるかもしれません、まあ、ならないかもしれないけどね、というわけなので、皆さんぜひね、概要欄の方からそちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。というわけでね、今回のこの動画はこの辺りで終わりにさせていただこうかなというふうに思っております。いかがでしたかね？あんまりね、船の動画っていうのは私あんまり船の知識ってないから、ちょっと撮りづらいんですけども、ただね、今回のこの動画に関してはやっぱり青春18切符とかそういったJR が発売している割引切符と組み合わせて使えますんで、なかなか使い勝手はいいと思います。皆さんもぜひね、鉄道旅行をされる際には、まあ繰り返しになりますけれども、まあ、こういった航路を、ね、活用してぜひとも楽しい鉄道旅行をしてみてはいかがでしょうか。というわけでね、今回はこの辺で終わりにいたします。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とそれからね、この動画の高評価の方も下の方で、よろしくお願いいたします。じゃあすいません、ありがとうございます。